日清食品カップヌードルパスタスタイルボンゴレ揚げ麺に粉末ソースと調味油がついています。麺は丸断面でちりが弱く揚げ麺ですが気泡感はありません。スパゲッティとして考えるとやや細めです。5分戻しではちょっと柔らかめだと思いました。でも特に不満は感じません。ソースは粉末らしいシャープさがあります。アサリの旨味は必要以上に出ていますがちょっと和唐らしさもあります。わずかですが赤唐辛子の刺激があります。これがないとかなり単調な味になってしまうと思います。アサリは小さいのが8個ぐらい入っています。塩味がついていてとてもいいアクセントになります。カップヌードルブランドとして出ているからでしょうか、とても親しみやすい製品だと思いました。